深澤幸次郎さんのワードプレスでどれだけかかるの、ウェブ制作お見積もりの実態、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ワードキャンプ大阪で喋るのは、ワードキャンプ大阪というか、ワードキャンプ関西のワードキャンプで喋るのは4年ぶりとなります。深澤幸次郎と申します。あ、そうだ、一応ですね、このスライド後で共有しますので、撮影については、そうですね、ちょっとこんだけいるとちょっと後ろにいるので、ちょっと音がカシャカシャするのが気になってしまうとか、あとはちょっとどうしても上に掲げちゃうと後ろにいる人が見るのに邪魔になってしまうということがありますので、これ後でですね、ワードキャンプ の、 公式の方からアナウンスがあると思いますので、撮影はちょっと、お控えいただきますようお願いいたします。撮影したらバレたら困るっていう話じゃないので、そこら辺はすいませんが、お願いします。そして今紙の資料をお配りしておりますが、ちょっとこれが、あると細かいところは分かるにはなってますけど、ないとダメってわけでもないです。細かい面の話はやりますので、そちら辺はあまりそれほど気にしなくてもいいかもしれません。でも一応横の人と見せ合うのでシェアをしてください。お願いいたします。で、私のことから、自己紹介させてもらいます。いきなり、暇つぶしにライトニングトークで喋り出して何者やねんという話なんですけれども、深澤幸次郎と、申しまして、主にはウェブデザイナーでございます。ウェブサイトですとかモバイルアプリとか、あとはそういう管理画面系のインターフェースの設計、デザインをやったりしています。で、エンジニアリング周りでは何してるかというと、ワードプレスはやります。で、HTML と CSS は割と好きで興味を持って見てます。あとは最低限、一人で商売、フリーランスでやってますので、最低限サーバー周りのことを、ちょこちょことやれるようには、いろいろとね、青ざめるような失敗をしながらできるようになってきました。で、ディレクションについてはディレクターとでも言えないんですけど、一人でやれるくらいにはなんとかかんとか、やっております。で、その周辺の仕事として、講師業をやったりですとか、デジタルハリエーさん、それから専門学校さんですとか、もしくはそういうカンファレンス、セミナーイベントなどでお話をさせていただくような機会も、たまにあります。あとは大阪重曹の方で重曹コワーキングっていうコワーキングスペースを、夫婦で運営しております。関わったところですので、もしご興味のある方いらっしゃいましたら、はい、あとはツイッターはウィッチドクターというアカウントで、全く本人とは似ても似つかないアイコンでやっておりますので、もしよかったらフォローしてください。特に今回のこの PDF、 この今お配りしているプリントの PDF とかについては、私 の、 アカウントですとか、もしくはワードキャンプさんの方からも出せるかもしれないんですけど、後で共有は必ずいたします。もしよかったらお願いいたします。で、具体的にどんな案件やってるのっていう話なんですけれど、例えば、これまでに独立してから、数十レベルやとは思いますけれども、いろいろウェブメディアですとか、NPO 法人さんのウェブサイトを作ったりですとか、あとはゲストハウスのウェブサイトを作ったりですとか、そういう割と何でしょうね、主には小規模から中規模の案件を多くやっています。あとワードプレスの方も強調いたしました。これもちょうど1年くらい前に発売されたものなんですけれど、ワードプレス導入とサイト制作の教科書というのが、あります。これもね、関西 の、 ワードプレスの、コミュニティでいろいろとこう一緒に頑張っている仲間たちと書いた本でございます。だいたいワードプレスを使って、プロになりたいなとか、ウェブサイトのプロになりたいなとかの対象に書いた本です。はい、ということで、もしよかったらまだチェックしてみてください。はい、でですね、一旦私のことはこれくらいにしておいたらいいかなと思って、このセッションで何をお話しするのか、どういうお話をするのかということを先にお話ししていきたいと思います。まずですね、見積もりをさらして考える機会にしたいなということで、架空の案件のお見積もりをまず立ててみようということですね。で、その詳細ですとか、考え方について、お伝えしていきたいということですね。で、ワードプレスのお見積もりはまだいくつかのパターンがあるので、そちらについても取り上げたいということと、あと最後の方ではできる限り売り手と買い手が納得できる見積もりにするためにはどういうようなことに気をつけたらいいんだろうというようなことを、私なりに思ったことを共有したいというふうに思っています。で、
では早速ですね、各案件の概要からご説明いたします。和風整骨院さんですね、という架空の案件を伺いました。既存のワードプレスサイトをフルリニューアルしたいです。サーバーとドメインについてはすでにもう用意されております。で、やることといえば基本的には一人で受けるというような、想定です。つまりディレクションからデザイン、HTML、CSS、コーディング、実装、そしてサーバーに公開するまでが一応スコープで、保守管理についてはちょっとすみませんが、ここは別途とさせてください。作って公開するまでですね。で実際に、もうサイトの、ページ割りについては条件として示されていましたので、この通りとします。つまり、フロントページがありまして、ブログ型の投稿タイプが2つあります。つまり院長さんのブログを書きたい、順かけるブログが欲しい、カテゴリーとかもつけたいというようなブログが、もう1個は新着情報ですね。これは会社さんのサイトでもよくあるとは思うんですけれども、その院長さんのブログとは無関係に、そういう委員からのお知らせを定期的に更新したいよっていう、そういうような投稿タイプが2つ、そして仮想の固定ページが6つあります。当院の治療について診療時間、アクセス、お問い合わせフォーム、そして最近はですね、ちょっと GDPR、ヨーロッパの方でそういう個人情報保護のため法律もありましたので、プライバシーポリシーを、作る必要というのは、お客さんの情報を取ったりするような感じだったら、また Google の、アナリティクスを入れたりするような感じでしたら、割と要求されているところになるのかなと思います。こういうような6ページあるよということです。割とよくあるタイプのページだと思います。ボリュームとしてはだいたいこの当院の治療についてとか、診療時間みたいなところが、割かしボリュームとしてはちょっと大きくなりそうかなという想定がつくかなと思います。その他の依頼内容もまとめておきます。検索結果一覧ですね、中の、検索もさせたいですか、より Search PHP が必要だ、404ページも必要だ、ただしこれは凝ったものじゃなくてテキストのみで構いません。そして、写真についてはもうすでに病院に行った時に、撮影済みなんですよと、提供可能ですよということですね。でテキストについてはこちらの方でディレクションはしてほしいねんけれど、書くのはもう自分で書くわ、先生が自分で書きますっていうことを言うとくれる、そういうような想定です。割とあるあるですね。あとですね、各固定ページについてはちょっと内容まだ決まってないねんけど、カスタムフィールドなどを使ってフォーマット化して更新しやすくしてほしいなというお話で、院長ブログと新着情報については過去に使ってたワードプレスからこれは移転したいですというようなお話、そしてマニュアルはいらないけどちょっと簡単なレクチャーを納品前にやってくださいというような条件でございます。ということで、見積もりを出してみました。皆さんちょっと手元にお配りしているんでちょっとあれなんですけれども、だって一体皆さんどれくらい出してますか、ちょっと考えてみていただきたいんですけど、この会社だったらこれぐらいだな、私だったらこれぐらいだな、デザインも全部組んでみたいですしたりしますね。A ですけれど、これじゃ細かくて分かりにくいんでこんなです。712,541円、高い安いっていうちょっとその表情から読み取りにくいんですけどどうかなと思ったんですけれど、これくらいだとどうかなと思うんですけど、ちょっとなんでそのように考えたのかっていうのを項目別にばらしてですね、見てみようと思います。ただあくまでこれって本当にね一例です。これが正しいよっていう話ではないことだけは重々ご承知いただければと思います。人によってね項目の割り方とか作業の捉え方、もしくは工数 の出し方っていうのはまた違うと思います。ちょっと見てみましょうか。まず2つ、大きく分けて2つに分かれると思います。ワードプレスに関わる作業費用、本来はワードプレスに関するイベントなんでそこを、とりあえず取り上げて優先的に説明します。あとは、ワードプレスがあってもなくても関わりのない費用があると思います。まずはワードプレスに関わる作業費用からご案内いたします。まず設計費用というのがあります。私の場合は、1日の任日単価を、3万5000円と設定しております。
で主には日で出してるんですけど、これはもう人によってはいわゆる時間で出す場合もあると思いますし、あの私の場合はまあ3分の1、1日の3分の1程度の作業量であれば 0.33、5分の1であれば 0.2、半分であれば 0.5、1日丸々かかるのであれば、まあ、あの1日というふうに、まあ、あの計算しています。なのでちょっと2日が多いと思うんですけど、これから出てくるコンピューターですね。まず、どれぐらいのことを考えなきゃいけないのかな、設計をしないといけないのかなということを考えてみました。まあ、設計費用ってのは何かって言ったら、実際に要求があるとして、これが具体的にワードプレスの機能にどういうふうに落とし込めるかということを具体的にするための、まあ、ブレーンワンですね、頭脳作業の費用ということになります。そしてまたそれをドキュメントに落とす作業費用ということにもなります。テンプレートの設計をするのに、まあ、大体、まあ、2時間くらい見込んでおこうかなと。で、プラグインの設計、どのプラグインを使おうかということに関してちょっと考える要求に対して、プラグインの設計で、カスタムフィールドが行くということなんで、こちらについては、まあ、大体必要になるであろう、まだちょっとそのドキュメント、実際の原稿が明らかにならないと、完全に設計はできないんですけれど、まあ、おおよそこういうカスタムフィールドがいりますよねっていうすり合わせだったり、設計に、まあ、これぐらいだろうかなと。で、パーマリンクの設計、これ結構後でたまにこう、増えることがあるんですけど、実際にその各ページの URL はどうするのっていう話なんですけど、こういうのをもう先に設計して、まとめていくと、後でトラブルになるんです。こういうような項目で設計費用として、だいたいおおよそ1日ちょっと、まあ、あの見積もりました。で、この設計費を計上するっていうのが、割と人によってはどうしても作業単価だけをまあ項目に上げてしまって、設計費を項目に上げていない方、割と多いんですけれども、やっぱりワードプレス、要件をワードプレスの仕組みに落とすためには、設計という作業が多かれ少なかれ、やはり、必要だと思います。なので、そのところにワードプレスの機能とかプラグインに実現できない要件というのがやっぱりあり得ると思いますので、それを最初に洗い出しておくっていうのが、まあ、トラブルを防ぐためには有効なのかなということですね。で、あとはそういう適切なワードプレス向けの設計と、あと要件のそのできるできないのすり合わせができてこそ、効率的な開発ができます。無理やり要件にやっぱ合わせていくようなやり方をしていくと、どうしてもワードプレスのそのでは不得意なことを無理やりやらしたりということで無駄に工数が膨れてしまう場合があるということですね。なので、ワードプレスは柔軟性があって、いろんなことができてかつ安いですよっていうお話で持ってくる方も多いと思うんですけれど、こういう前提条件があるわけでして、ワードプレスだから安くなるというわけではないということを、まあ、よくよくクライアントさんに認識してもらうことが、これは大事なのかなというふうに思います。次にワードプレスの導入設定費用ですね、このように挙げてます。今回は特にそのステージング、例えばあのテスト用に、何かそのテスト環境を作って、公開していくというような話はないので、ステージングの環境構築については0日としています。あとはインストール初期設定ですね、は必要になってきますので、そのインストール初期設定の費用としてまあこれくらい、さらに、カスタムフィールドが必要であれば、まあ、カスタムフィールドのプラグインを入れる方が多いと思うんですけれど、まあ、カスタムフィールドのテンプレートプラグインを使って、実際に設定していくその実作業、そして、フォームがいるのであればフォームの設定をしていく実作業、あとは主にはプラグインの設定が多くなると思うんですけれど、まあ、大体これくらいを見積もっています。まあ、意外とですね、皆さんのワードプレスの構築ってなると、テーマを作る、PHP 書くとか、まあ、そういうような考えになる方が多いんですけど、案外管理画面上でやることは多いです。そういうことを、まあ、設定費として、まとめて書き出しております。こういう細々とした設定作業も忘れずに計上しておけるようにしておくといいかなと思います。で、いよいよ皆さん割とやらはることになることが多いでしょう。テンプレートの開発費用ですね、テンプレート開発費として、まあ、A、B、C に分けてやってます。あとはファンクションズ PHP を書いたりですとか、もしくは独自の、プラグインを作って機能を付け足すみたいなことというのは今回は想定していないので、0円としています。結構ね、この辺りが要求によってはですね、かなりの予算と時間を食うことになるので、ここはまあ0円にしてますけど、要件によってはここがかなり注意が必要なことであろうかなと思います。テンプレ
部に関しては、これについては、実際に設計が終わったらどんな、テンプレートを作らなきゃいけないかっていうのはある程度は分かるはずですので、あとは予想される実装の難易度によって作成するテンプレートを格付けして A、B、C というふうに、見積もりに入れるということを、やっております。でテンプレートができましたら、流れとして次はデータ入力もしくはデータの移行そして納品までということになっていくると思います。で今回はワードプレスからワードプレスの、コンテンツデータ移行ですのであまり、取ってません。人によっては、これ結構リスキーなところなんでもうちょっと取らなきゃっていう方は結構いるかと思います。今回はこの場合はもうワードプレスからワードプレスであればそれほどは取らないんですけど、これが別プラットフォームとかだったりすると結構何が起こるかわからないというところですので、こういうふうにしてます。ちょっとねここは人によっては安いと言われるかもしれない。で固定ページのデータ入力費これは大体3ページぐらいを想定してます。割とデータの入力だけなんでそんなにはないかなと思っているので、ちょっと安いっちゃ安いかもしれない。あとは公開時の動作検証を実際のサーバーの上で動かしたりとかどういうような振る舞いをするのかわからないというのがあるので、その動作を検証するために項目を洗い出して実際にテストをして報告するというようなことですね。そして操作のレクチャーについては一応1日レクチャーを実際レクチャーするのは1、2時間かもしれませんけどその準備のために少し時間がかかるので、1日という形で一応置いています。これについては、例えばもちろんマニュアル作ってっていうのは結構手間がかかるんですけど最近やってるのは僕は画面を操作している画面をキャプチャーしてですね喋りながらこれこうやるときはこれこれこうやってこうしてこうしてこうするんですよみたいなのを映像で収めちゃうっていうことをやったりします。割と作る手間が思ってるよりかからないし、お客さんもちょっと見るのに時間がかかるけどとりあえずそれ見たらやり方わかるので割と喜んでもらえることが多いですというようなそれは余談ですけどそういうところまでをやりまして、であとは付随する作業項目ですね。ここはワードプレスは関係ないのでちょっと軽めにサクサクとご紹介します。ディレクション費ですね、これについては私はその他の操作業費ですねの、20% を一律ディレクション費としていただいております。ディレクション費で何をやっているかっていうことなんですけれども、ディレクションっていうですね、これはディレクションではどれだけやるかによってそこの値段って変わってくるとは思うんですけれども、プロジェクトのプランニングの目的の設定だったり、あとはコストとか時間とか品質についてお話をする、そういうマネジメントをしていくということだったり、その他いろいろとね、あまり範囲の広い話なのでご割愛しますので、私は2割くらいでやっています。うん、で次にコンテンツ設計、これも、コンテンツ任されたからには、やらないといけないことが多いです。つまり何をするかというとまずどんなページが必要かなっていうことを自分で設計してみたりですとかあとはパーマリンク設計ですねパーマリンクつまり先ほどの実際に URL をどういうふうに当てがるのみたいな話だったんですけども、コンテンツ設計の一種になるかと思います。そしてテキストコンテンツ、例えば見出しレベルでこのページには大体こういう内容が入りますよということのコンテンツを設計したり、写真とか、もしくはイラストだとか、映像だとかそういったメディアコンテンツをどこに配置しましょうという設定ですとかあとは、お客さんに、ニーズに応じたフォームを作るっていうことも、お客さんもその最後にねいろいろとこうコンバージョンを取るためのすごく大事なポイントなんでここもやっぱり最初から設計をしてお話をしておくこういうのも含めてコンテンツ設計費というふうに、言ってます。ちょっと細かく分けてもいいかもしれません。これを大体1日でやっちゃってますけれども、ちょっとね、ここら辺はここにガチで力を入れてる人やったらもうちょっとこうするというふうにで画面設計およびデザイン費用というふうにしてます。画面設計の場合、私の場合はワイヤーフレーム、または最近だとプロトタイプという形で、提供することが多いです。私の場合はそうですね、いわゆる基礎デザイン費っていってデザインの、例えばトンマナを定めたりとかっていう作業と、カンプを制作する費用っていうのは別個に分けてます、基本的なデザインのところで 大まかなあしらいの合意を取ってそれを、カンプに落とし込んでいくというような作業をしてます。で制作費についても同じようにカンプのデザインカンプの制作費についてもこれはわり、かしボリュームのあるページないページで格付けをしております。
続いてフロントエンドの実装費用ですね。主には HTML、CSS、もしくは JavaScript といったようなものですね。こちらについても、だいたい HTML、CSS については、これは、他の方にお願いすることも結構あるんですけれど、実際にどういう HTML、CSS にしようかという設計費の部分も含めて、お金をいただいております。実際にコーディングをする作業の前に、下準備として、クラスを設計したりとか、いろいろと細かいこともありますので、そういうところを、お願いしてもちゃんとそこにこう 頭と力を使ってもらえるように予算を確保しておきたいなというところでございます。今回はスクリプトに関してはそれほど凝ったものはなかろうということで、半日くらいは一応確保しておいたというような格好です。あとコンテンツの実際の制作費用ですね。今回は取材費、コピーライティング、撮影、もしくはイラストの制作といったようなものですけど、今回はこのスコープから外れていますので、これは0円というふうにしております。以上もろもろ含めて消費税を加えましたら、この額になったということでございます。これね、はいと感じる方もいらっしゃるかもしれないし、安いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。どちらでしょうかということですけれども、ただやっぱりこの思ったような自分のその額面通りで、皆さんね、喜んで、じゃあお金出すよ、こんだけのことしてくれるんだねって言ったら、それは話簡単なわけですよ。そんなわけないんですよね。じゃあやっぱりもうちょっとなんとか条件つけてお安くなれへんのっていうのお話はもちろんあります。細かい事項ごとに話をこうすり合わせていくことはできるんですけれど、主にはワードプレスを使ってという話になると、いくつか方法はあるかなと思います。一つは固テーマを利用して既存の既に、配られているテーマをカスタマイズする形でテーマを作っていくという方法です。実際にはデザインでできることの自由度が下がるということと、あと、テーマできるそのページ構造についてもかなりの限界があると思います。あると思いますが、それと引き換えにデザインコースとテンプレートの開発コースをある程度削減することが期待できます。ただしそれをするには親テーマを吟味することと、そこからカスタマイズしやすいデザインをちゃんと作る、それができるということが前提となります。なので、基本的には親テーマ、本当の親テーマとして自分がもうよく知っている慣れた親テーマでやった方が早いということは言えると思います。これはお手元の見積もり書 B になるんですけれども、ごめんなさい、仕事ですじゃったので赤くしている部分の項目っていうのは完全に削ってしまっているか、もしくは減額している部分です。ちょっとここが見られるかどうかはちょっと白黒ではちょっと見にくいかもしれません。いくつか削られたり減額しているようなものがあります。ただし代わりにはテンプレートカスタマイズ費だったり、テーマの選定費用だったりというものがおそらく追加されているんじゃないかなと思います。それでだいたいわーって思ってる下がらなかったなという感じですけど、ちょっと頑張ってみたら50万ぐらいにはなるんかな、どうやろうなというお話をしてました。ただ昨日ワードプレスに詳しい方といろいろお話してて、固テーマでやったって基本的にはお客さんが固テーマでできることに限りがあるっていうことをちゃんと理解してもらえなかったら結局は安くならないですよっていう話だったりもするので、そこら辺はちょっとディレクションによる部分っていうのは大きいかもしれません。そうですね、こういうことですよね。そしてもう一つは、これはもう完全にカスタマイズしません。既存のテーマ、割と汎用的なテーマを利用して、その機能の範囲内でカスタマイズをするという方法です。これをやればまずデザインはしなくていいです。HTML、CSS コーディングもしなくていい。テーマ開発もしなくていい。一気に削減できます。ただし、もちろん当たり前のことですけれど、テーマの中で想定されたカスタマイズ、いわゆるカスタマイザーでできること以外には、何もできません。こうなってくるといろいろなものがガガガガガーと削れていくわけで、削れてしまうとこれでもやっぱり25は超えてくるんちゃうかなというのが、私の、所感ではございます。工夫をすればもうちょっと20万以内に収まることもあろうかと思います。詳しいところはこれはまた C の見積もり書をご覧いただければと思います。ということなんですね。以上はちょっと見積もりとしてお示しさせてもらったんですけど、最後にちょっと売り手と
買い手が、まあ、お見積もりのやり取りをしているところで納得しやすいようにするためには、まあ、どうしたらいいのかなということをちょっと積み上げ話として考えてきました。まずですね、よくある話、先ほども言いましたワードプレスだから安くなるんでしょうとか、ワードプレスだったら結構作るの楽になるんだよねというようなお話を言われたら、これは本当に条件によるというか、お互いが結構努力しないとそうはならないというふうに申し上げた方がいい場合もあるんじゃないかなというふうに思ってます。つまりワードプレスが提供している機能に合わせて設計がちゃんとできているならばという条件付きにはなってしまいます。そしてカスタマイズしてほしい部分というのはもちろん何もしなければ、まあ、普通のブログですので、基本的にはカスタマイズはまずそのテーマが持っている機能か、もしくはプラグインの方から考える、自分でスクラッチでやるということは、まあ、最後の手段にするべきですと思っています。そういう意味では、まあ、完全にプラグインとかテーマの機能によってカスタマイズしていこうとするならば、お客さんがその思った通り、全く思った通りに、やろうとするとどうしてもどこか無理が出てきます。なので最初から要求を 100% 実現しようとはしない方がいいんじゃないかと僕は思います。そうですね、つまり、安く上げるためにはですね、単純に制作者がワードプレスの機能に対して機械がで適切なプラグインとかテーマ選びができるということが、まあ、まさにその安さそのものにつながっていくということです。まあ、つまりですね、こういうイベントに熱心に勉強しに来てくださっている皆さんが設計した方がきっとクライアントさんにとってもお得なんだろうなというふうに、制作者の方でしたらということですね。この場でね、ワードプレスのお見積もり取りたいという方ももちろんいらっしゃるとは思いますけど、はい。で、お次に設計って項目があるけど、ここ実際に手を動かしてるの何するのと言われたりするようなこともあるとは思うんですけれども、まあすごく大事なことです。要求をワードプレスのという、まあ、仕組みの中に落とし込む、具体的な機能に落とし込むための作業、これは一番最初にある程度やっておく、危険の予知のためにもやっておく必要があります。つまりこれは、まあ、そのお客さん自身の利益にもなる、つまり、まあ、その実際に作っていったらやっぱできませんっていう話がこうまさに佳境でやるっていうのは、これどうしても起こってくるんですけれど、こういうのはできるだけ抑えるに越したことはありません。そういう意味では無駄を減らし予算をセーブするために必要な項目なんですというふうに説明ができると思います。また私が先ほどお示ししたように細かい見積もりを作るためにも設計っていう作業っていうのは必ず必要になってきます。で、設計書が成果物、じゃあ、まあ、実際にその設計っていうので何が成果物として上がってくるのかっていうふうに言われると、これについてもまあちゃんとドキュメント化することは大事だろうと思います。僕の場合は Google スプレッドシートとかにまとめて共有するっていう形をとってますけれど、人によっては紙で渡してもいいでしょうし、もしくは設計フェーズ自体はその設計書だけお渡しして、あとの実製作は他の方にお任せするという形で契約を切ってしまっても何ら問題ないと思います。というようなところですね。まあ、あとはですね、正確な見積もりのためにということなんですけれども、実際のちょっとぶっちゃけ話をしましょう。さっきバーってこの細かい見積もりを示しましたけれど、本当はこれ理想の見積もり書であって、本当は最初にヒアリングをした段階で設計も経ずにこんなに細かい何ページだテンプレートは何歩だみたいなのってできるわけがないんです。そういう意味では非現実的な見積もり書です。じゃあそれを作るためって何が必要か、さっきの設計フェーズが必要なんです。じゃあ設計フェーズと制作フェーズを分けて見積もるっていう考え方はできると思います。つまり設計にこれだけかかって、でそれだけの見積もり書と、設計書をお渡しします。ここまでで1サイクルを行く。でそれができたら次は、実際にその設計に従って細かい実作業の見積もりを概算ではない細かい見積もりを立てれますっていうような2本立てにするやり方ですね。これは有効だと思います。ただ実際にはお客さんが
予算の上限がどうしてもかっちり決まっていると、最初の方の設計の方でそれを示されても後の方はこれだけで収めないといけないんですっていう場合は必ずあるとは思いますので、そこについてはやっぱり先にじゃあどれだけの予算が全体的に必要なんですかっていうことを正直ベースでちゃんとこちらが掴んでおくっていうことが重要になるかと思います。そうですね、あ、すみません、先ほど言ったことですね、水飲みだけを取り、設計費用作成合意、納品するやり方です。で、その後の制作作業の見積もりを行うのが制作フェーズっていうやり方ですね。ただまあ実際にはそういう2段階でもやらせてもらえないので、まずはその2つを合わせてバッグリと概算で見積もりをなんとか出してほしいっていう場合もあると思います。で、これもやっぱりね、出せませんでは困りますので、結局どうしなきゃ、概算見積もりを出さなきゃいけないので、どうすればいいかというと、まあ、あくまで概算見積もりを出してほしいという場合はそれだけの予算枠を確保したい、担当者の方がまあそれ言ってこれだけの予算枠を確保したいという場合の目的であることがほとんどであろうかと思います。であるならば予算を確保するため、つまりこれをオーバーしてはいけないという概算見積もりを作らなきゃいけない場合というのはやっぱりある程度余裕を作っておかないといけません。記す項目の流動はまあ極めて大きいんですけれども、大まかに設計した後、まあ、大体何ページ何ページやろうなって架空の設計をまあバーッとやっておいて、ただあまり細かく項目は細かく割らずにざっくりとしたものを立てて大まかに設計した後で約僕の場合は 10% ほどバッファーを載せることが多いんですけれど、ここについてはちょっといろいろな方のご知恵をぜひぜひ今日聞きたいななんていうふうに思っております。で、そうですね、その設計後により正確な見積もりを出すという流れです。概算より安くなりそうでしたら、まあ、正直にその額面でちゃんと出しましょうということですとか、あとは概算より高くなりそうであればやっぱり支給作業項目削減ですとか、よりお手軽な代替違いがないかと探すということができるかなというふうに思います。まあ、結局見積もりってのはコミュニケーションにおいてはよくよくこう喧嘩になりやすいのはですね、この見積もりがどういう意味合いをその示しているものなのか、プロジェクトの中でどういうこの役割を持っている書面なのかっていうのはこの場面場面によって結構変わってくる場合がやはり多いので、これを見積もりに合意するっていうことは何に合意するっていうことなのかっていうことはよほどあのクライアントさんの制作者がよくよく共有する必要があると思います。そういう意味では、まあ、設計の結果としての見積もりなのか、それとも予算枠を確保するためのふわっとした見積もりなのかみたいなのは、まあ、割と大きく役割としては違ってくるので、そこの部分というのは、まあ、ちょっと日頃気をつけていきたいなというふうに、まあ、考えているわけでございます。まあ、何でしょうね、16時1分、あと大体10分ぐらい残してますね。分かりました。というところで、まあ、大体ですね、今日はですね、そういう話をしたのは先ほど冒頭申し上げたようにできる限りですね、いろんな方とそのお見積もりということについていろいろとお話しいただける機会があればというふうに思っています。でですね、この教室で16時25分からワードプレスって儲かりまっか座談会というですね、私とあと、まあ、お二方かな、お三方かな、出てきてですね、座談会でしようと思っておりますので、このままちょっとお時間終わりでしたら、16時25分からやりますので、ぜひ、一緒に聞いてもらってこの座談会に参加してもらえればと思うんですけれど、3人ここにやられたら多分3人に対してもらえるので、こういう感じで3人に座らないといけない感じになろうかと思うんですけど、まあ、ちょっとどんな機会になるかわからないんですけれど、とても楽しみにしております。いろいろお話しいたしましょうということで、私の発表それで終わらせていただきたいと思います。よかったらどうぞ。ひょっとしたら座談会聞けないけど質問したいぜっていう方がいるかもしれないので、はい、質問をそうですね、他の方もぜひぜひ、はい、質問、はい、あ、お東さんとか、はい、お話ありがとうございます、はい、実際に C のプランで走ることってありえますかっていう、はい、今これ決め打ちでって、はい、いうのがちょっと疑問でしょうか。ありました、ありました、はい、はい、それともう一つは制作途中のコミュニケーションの頻度とコストっていうのはどう見積もらえてますか。あ、それについては私の場合はディレクション費用に含まれていることが、あの金額に全部
に入れちゃってますね。で例えば特に週に一遍定期ミーティングが必要であったりっていう場合は別途それについて、特別に項目を立てることはあります。わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にいるかな。あっちゃん、今日はこちらからでもどうぞ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ワードプレスでお仕事もさせていただいているものなんですけれども、はい、だいたいお見積もりと一緒にスケジュールの方も同時に提出してくださいということがよくあるんですけど、はい、今回具体的に A、B、C というふうにお見積もりの方を出させていただいたんですけども、それぞれの運営期間をクライアントさんにかかるよというふうにお伝えするのかというのもちょっと興味があります。あ、なるほど、そうですね。でも大体今くらいの規模のものであれば、これはごめんなさい、感覚的なお話でしかできないんですけれど、頑張ったら1ヶ月でできるかなと思うんですけれど、頑張って1ヶ月でできることは3ヶ月かかりますって言います。不思議なもので、お金にしても時間にしてもなんか3倍にするとうまくいくっていうことが多くの方が言ってらっしゃるんですけれども、頑張ったら1ヶ月でできます、でも3ヶ月時間もらえますかとは、そこまでは喋ることはお客さんにもよりますけど、3ヶ月ですね。それだとちょっと2ヶ月でなんとかっていう話になったら頑張りましょうかみたいな。あんまりそれも重なるとね、かえってご迷惑かけちゃうから良くないんですけども、でも実際3ヶ月ぐらい気持ちいいほとんどですね。はい、はい、じゃあすいません、ありがとうございます。デザインのあたりでですね、はい、レスポンシブデザインがもう上手になっていると思うんですけど、はい、結局昔からこう飛んできたデザインに比べて在庫率3倍ぐらい上がってるじゃないですか、うん、その辺の最初でそれを教えていただきます。そうですね、デザインに関しては最近は僕自身はモバイルでの官報を作るっていうことは仮想ページ1ページくらいを最初の基礎デザインの時に、仮想ページのデザインからまず作って、必要であればトップページのデザインも、いわゆる仮という形で出します。それに関して一応知人がこんな感じ、文字の大きさこれくらいで、見出しのあしらいはこんな感じで、色使いはこんな感じでっていうのを共有した上で、これで OK ですよねっていうような形にしてることが結構多いですね。実際にそのモバイルになってしまうと、見た目完全にカッチリ決めてっていうことって難しくなってくるんで、割とそこは説得してます。いや、それでもいいからちゃんともうカンプレベルで、毎回毎回、横幅320ピクセルくらいの、カンプを作ってほしいっていう話になったら、ちょっとすいませんけれども、そこは別時間、別に時間、別のお金をちょっと取らせてもらいたいなというお話になります。なんで基本的にはその細かいあしらいについては、細かいあしらいというか大体の基本的なあしらいについては完封上で同意を取っておいて、あとの細かいことについては実際にも動かしてから伺いましょうと。ただあんまりその抜本的にもうなんかもうデザインのパーツモジュールレベルから変えたいってなると、ちょっとそれは困るんですっていうところにはしてます。はいはいはい、はい、条件にバッチリ合う既存のテーマを探すって意外と難しいと。難しいですね。どうやって探すか。だいたいテーマっていうよりもプラグインとの合わせ技でやる場合が多いですよね。なんで僕の場合はベーステーマって知ってるのはもう2つ3つくらいですけど、先ほど上でも話されてた北島さんが使っの作られたテーマを、割と日本語と対象もいいんで、そちらをベースにさせてもらって、そこからまたおくらい変えようかという感じでやっていることが多いです。あとは必要な機能に応じてプラグインを出していくことで、例えばギャラリーが欲しい、その標準のギャラリーで済む場合と、やっぱりプラグインである程度成形されたギャラリーが必要だよねっていう場合は、そういうプラグインもおすすめしますし、なんでそれができると既存のテーマのだけを使って、既存のプラグインだけを使ったものの中でもある程度こう作れるものの幅っていうのは多少ですけれど増えてきます。見た目にちょっと満足できないことも多いかもしれないけど、本当に安くしようと思ったらそういうことで、実際にプラグインとかテーマについていろいろと勉強しておくと、それだけ早く安くいいものを収めれる確率は増えてくると思いますので、結構ワードプレスを勉強されるとどうしてもウェ
わゆるフルスクラッチで作って、どういうふうに効率的に PHP 作っていこうみたいな話にも注目されがちですけれど、割とこう信用できるプラグインとか便利なプラグインっていうのに掴んでおくと、それがそのままお客さんの自分の利益になったりすることもあるので、ちょっと最近できてないので反省してるんですけど、プラグイン勉強してぜひ見ますよ、はい、ということです。ありがとうございます。はい、今 その既存のテーマですけども、はい、基本的にはもう全部有料のものを使うんですけども、であのですね、無料のものも使います。有料のものも使いますけれど、最近使いますけど基本的には無料のものでやってました。よくブログなんかで言うと、うん、その B2B とか仕事の場合は、はい、まあ、個人のブログならいいけども仕事の場合で料金いただくんだったらやっぱりそのお金払ってやるやつにしましょうみたいなのが時々出てるんですけども、これはどういうふうに思いますか？必ずしも有料のテーマだから優れているとか、いわゆる無料のワードプレスの公式ディレクトリーで配られているものだから悪いというふうに言えるわけではないです。これは有料であるか無料であるかをもってそのテーマが、素晴らしいのか素晴らしくないのかっていうのはあまりその何でしょうね、実際の現状には合っていないと思います。ただ売っているからにはどうしてもある程度フィードバックがありますので、そこで機能をモリモリにしたりという場合はあると思うんですけれど、私の場合はちょっとねやっぱりクリックついちゃったのでちょっとあまり細かい話ができないんですけれど、基本的にはそういう無料テーマの中にもきっちりとこういうところでネットワークを使っておけば評判のいいテーマの話というのは出てきますし、その中で、カスタマイズのノウハウというのは意外と共有されていたりもします。ただ確かに有料テーマの中ではできる機能というのが、まあ、売り文句としてはっきりと展示されているという意味では分かりやすいものもあるので一概に悪いとも言いませんし、まあ関係しない、まあ素早くできるという意味ではいいと思います。一応そうですね、はい、というような形になります。ちょっとね、これについて話し出すとちょっとね細かく話すとちょっと長くなっちゃうんですよ、すいません、はい、お時間ですね、お時間ですので、はい、深澤さんの今日のセッションを終わらせたいと思います。はい、本当にもうたくさんの方に、深澤さん講習会もいらっしゃる。